ジャック・ハーマンソンは、スウェーデンの男性総合格闘家、ベスト・ライエータランド・ケン・ウッテバッラ出身、ノルウェー・オスロ在住、フロントラインはアカデミー所属、UFC 世界ミドル級ランキング6位、元ケージ・オーリアーズミドル級王者、ジャック・ヘルマンソンとも表記される、9歳からアマチュアレスリングを始める、18歳からムエタイと総合格闘技のトレーニングを始めた、 19歳の時、仕事を探すために、ノルウェーの首都オスロに移住し、ヨアキム・ハンセンのジム、チームヘルボーイで数年トレーニングを積んだ後に、フロントラインはアカデミーへ移籍した。2010年、プロ総合格闘技デビュー。ベラトルやケージ・オーリアーズなどの団体に参戦し、ケージ・オーリアーズで、ミドル級王座を獲得した。2016年9月3日、 UFC 初戦となった UFC ファイトナイト、アルロブスキー VS、バーネットで、スコット・アスカムと対戦し、3から0の判定勝ち。2017年10月28日、UFC ファイトナイト、ブランソン VS、マチダでミドル級ランキング15位のチアゴ・サントスと対戦し、スタンドパンチ連打からのパウンドで1四個負け。2019年3月30日、 UFC オン ESPN バーボーザ VS ゲート G でミドル級ランキング11位のデビットブランチと対戦し、試合開始49秒にギロチンチョークで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年4月27日、UFC ファイトナイトジャコレー VS ハーマン戦でミドル級ランキング4位のホナウドジャカレーと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。 肺炎で欠場したヨエル・ロメロの代役として、約3週間前のオファーを受けての試合であった。2019年9月28日、UFC ファイトナイト、ハーマンセン VS、カナニアでミドル級ランキング9位のジャレット・キャノニアと対戦し、タックルを仕掛けた際に、カウンターのミニアッパーでダウンを奪われ、パウンドで西小負け。二千二十年七月十九日、UFC ファイトナイト、 フィーゲレドゥ VS、ベネビディズニでミドル級ランキング7位のケルビンがステラムと対戦し、ヒールフックで 1R1 本勝ち。2020年12月5日、UFC オン ESPN、ハーマンセン VS、ビトリーでミドル級ランキング12位のマービン・ベッドオリと対戦し、0から3の 5R 判定負け。敗れ走ったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。 当初は、ミドル級ランキング6位のダレン・ティルと対戦予定であったが、ティルの負傷欠場により、ケビン・ホランドとの対戦に変更されるが、今度はホランドが、新型コロナウイルスに感染し試合を欠場したため、最終的に、ベッドオリと対戦した。2021年5月22日、UFC ファイトナイト、フォント VS、ガー・アブラントでミドル級ランキング10位のエドメン。 シャバージアンと対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。